はい、どうもこんにちは、バッシーとミクです。はい、本日紹介するのはこちら、じゃーん、SPM 初音ミクプロジェクトディーバー XHD です。はい、ゲーセンの方で新しい SPM シリーズが出ましたね。今回は、初音ミクプロジェクトディーバー XHD の表紙を飾ったミクちゃんが、立体化しました。おめでとうございます。このあれですね、ゲームの立体、表紙の立体化シリーズすごい久しぶりですよね。はい、 F 以来じゃないかな、多分。そうですよね。はい、本日はこちらの方レビューしたいと思います。はい、バッシーとミクチャンネル。はい、それでは早速外箱の方から見ていきましょう。まずは表面、表紙ですね。ミクちゃんが大きく写っててすごい可愛らしい感じ。ゲーセンでサンプル品見たんですけども、非常によくできてて、はい、感動しました。これ開けるの楽しみですね。で、横目を見てみると、ケイさんが描いたミクさんがいますね。とても可愛らしい、いつもの感じですね。一瞬だけ顔認証した、すごい。はい、で、裏面がこんな感じで、もう一つ横目が、アップですね。はい、で、上の面と、下の面になります。はい、あ、組み立て方が出てますね。はい、じゃあ早速開けていきましょう。はーい、はい、開けてみるとこんな感じに入ってました。なんかいつもとちょっと違った感じに入ってましたね。なんかすごいミクちゃんが腰掛けてるというか、なんか寝てるような感じですね。はい、じゃあプラスチック全部外して、ビニールも全部取ってみたいと思います。はい、台座の方ちょっと先に組み立てちゃったんですけども、支柱パーツが1本、それから台座、広い台座が1個入ってました。初音ミクプロジェクトディーバー XHD と書いてありますね。全部ミクちゃんのカラーになってるんですけれども、これはこれでいい。はい、非常にシンプルさで、シンプルでいいと思います。はい、かっこいい。で、これをこうやって置いて、今回はミクちゃんがこう腰掛けるような感じで飾るんですね。新しい。はいはい、そしてこちら、ミクちゃん本体になります。ちょっと暗いかな。はい、こちらがミクちゃん本体になります。はい、非常によくできてますね。はい、プロジェクトディーバー XHD の表紙のミクちゃん、忠実に再現していると思います。ただちょっと足のこの辺が気になるな。これなんだろう、なんかゲート跡かな。まあそんな感じですね。はい、なんですけども、非常に造形も塗装も綺麗にできてますね。ミクちゃんの服も、はい、綺麗に再現できてる、素晴らしい。はい、まあこんな感じで、はい、非常にいい感じ。本当にちょっとぐるっと見回して見てるんですけれども、塗装の省きだとか、そういうのも特に見られませんね。あと飛びとかも見られないな。あ、すごいすごい、さすが SPM、 よくできてるね。はい、まあ、とりあえずこんな感じです。考えてみたんですけども、 SPM のミクちゃんで、普通の、姿のミクちゃんが、ラインナップに入るのは初めてですよね。はい、じゃあ早速、台座に腰掛けてもらいましょうか。はい、完成しました。初音ミクです。はい、腰掛けるというよりか、どっちかというとですね、まあ腰掛けてるのかな、スカートの部分に引っ掛けるといったような形の方が、表現というのが正しいと思うんですけども、まあぐるっと見回してみたらこんな感じ。非常によくできてますね。はい、髪の動きとかでも完璧だし、完璧ですし、爪の塗装とかもちゃんとできてますもんね。すごい。これは買ってというか取って正解だったかも。今回、2400円ぐらい使って取ったんですけどね、結構苦戦しました。はい、ちょっとゲーセンは最近行ってなかったんで、ちょっと腕が落ちてたみたいです。服のシワ感とかもバッチリですね。はい、で、腰の部分につけてる変な輪っかのやつも、ちゃんと塗装ができてますね。造形も綺麗。はい、すごいな。スカート一つ一つの部分の造形もよくできてますね。塗装もまあちょっとベタ塗りな感じがするんですけども、まあそれでも遠目に見れば全然問題ないですよね。はい、すごい。このミクちゃんがいつも着ているこの銀色の服ですね、の、銀の反射具合もですか、なんかなかなかいい。はい、ちゃんと仕様とかもできてるし、すごい、ちゃんとよくできてますね。手の中の造形とかもよくできてますね。ミクちゃんちょっとごめんね、よいしょ。はい、手の中の造形もそうですね、ちゃんとしっかりできてますね。素晴らしい。よいしょ。はい、まあこんな感じで、普通の服のミクちゃんが、ラインナップに入るのとても珍しいんですけども、さすが SPM でやるということだけあって、非常によくできてると思いました。素晴らしい。まだゲーセンで出たばっかりなので、ゲーセンに行ってみて、そうですね、あったら撮ってあげるのもいいと思います。
はい、というわけで、SPM 初入力プロジェクト DVX HD の紹介でした。初めての SPM シリーズですね。ミクちゃんの普段着姿が、発売されたんですけども、とてもいい感じで良かったと思います。はい。今まではね、モジュールが、主なシリーズだったんですけどね、今後もそうですね、リンちゃんだとか、レン君だとか、あとはルカネさんだとか、そういった普通のボカロファミリーたちの、普通の姿も見てみたいなと思います。はい、SPM も今後も期待ですね。素晴らしくいい出来で、とても満足です。はい。ただちょっと足のこの部分ですね、だけが気になったんですけども、まあ、ここは後で、なんとかしてあげたいなと思います。はい。というわけで皆さんも、ゲーセンでとかでね、見つけたら撮ってあげるのもいいかと思います。はい。というわけで、SPM 初入力プロジェクトDVX HD の紹介でした。紹介したのはバシーと、ミクでした。はい。またねー。バイバイ。ミクと、バシーからお願いがあります。はい、チャンネル登録、評価、ツイッターフォローをお願いします。今、パソコンやスマホ、テレビなんかで動画を見ていると思いますが、その開いている画面のどこかにチャンネル登録ボタンがあると思いますので、そちらの方を押してください。チャンネル登録やツイッターをフォローしていただくと、新しく上げた動画が早くチェックできるようになります。バッシュアートミクチャンネルをお願いします。はい。